ちょっと歩行の訓練なんですけども、そしたらですね、ちょっと歩行を前に出していきます。で、この状態で、こっちの足を軽く半歩ほど前に出していただいていいですか。もうちょっと前にすいません。で、これで右足を前に振り出す練習をするんですけども、この時にどうしてもやっぱり股関節がこう屈曲位になってしまう方がほとんどなので、この時に膝と股関節をしっかり伸展位を出しながら、しっかり左足に体重をかけて右足を出してもらうという、はい、戻します。この時に膝と股関節を一緒に移動させて、しっかり側関節の真上に骨盤というか重心がかかるようにこちらで誘導しながら足を前に振り出す練習をしてもらいます。興味深いなと思ったのはあれですね、こちらからこう重心の移動をするときに後方から前方へと、重心の移動と一緒にこう支持脚方向にも誘導を入れるんですね、はいはいはい、こうすることでこう、多分おそらく末足であったりというところだと思うんですけれども、はいはい、そちらへの支持を促していくと、はいはい、そうですね、よりこっちに入らない方が多いんですけど、そういうときはもう大腿骨の内面からも保持するような感じで、はい、ここで、ちょっと前腕部を使って膝を伸展させながら重心を内側にこう、外側ですね、左側の外側に移動するような感じで右足を振り出す練習をしてもらってます。よいしょ、外しますね、見えないんで。これでちょっともう一回やりましょう、はい、よいしょ、わかりますかね。出るときに前腕を絞って膝の伸展をキープして、こうこの上肢全体で内に引かれながら足が出てくる。で、この足が出るときにはこの臀部側のこの、股関節の後面の手でしっかり股関節の伸展を誘導しながら振っていただいてますね。よいしょ、よいしょ。ただこの時にですね、やっぱり股関節を伸展させるとですね、逆に股関節が、簡単じゃないですけど、伸展させると体幹が屈曲というか、体幹がこう前に、いわゆる股関節が屈曲に伸展させようとすると、股関節を屈曲、体幹を屈曲して、そうですね、股関節が屈曲するこっちに耐えてしまう、そうです、逃げてしまうっていう、そうです、こうなってしまう、はい、こうなってしまう方がいるので、これの時は非常に難しくてですね。工夫としてはですね、歩行球をですね、なるべくちょっと高くしてもらって、あまりこう体幹が屈曲しない状態を作る、そんな感じで、そうですね、今みたいに体幹の屈曲を防ぐようにしてるんですけど、そうですね、これがこう押されるのにこう、はい、お尻を押し返すような形で頑張ってしまうところを、ここに入れない状況をこうやって作ってしまうわけですね、うん、はい、こう入れない状態を作っておいて、はい、押し出すみたいな、押し出してこういくっていう、これができないんですね、このお腹を前に出すという、これができないので、はい、これができないので、これをもうここをここにぶつけるぐらいのつもりでちょっとやっていただいてるんですけども、はい、なるほど、そういうバーバルコマンドも入れながらやってるわけですね、はい、ありがとうございます、はい。でここでどうしてもこう入らないときはさっき言ったラッシングバンドを使ったりとかして、はい、誘導をしているんですけども、ラッシングバンドメソッドも使っていただいてですね、はいはい、実際ちょっとじゃあそれも拝見させていただいてよろしいですか、はいはいはい。